universosensilla.com. アイオリア、ミロ、ロウシ、わかりました。俺たちは必ずエリシオンまで行ってみせます。そしてこのクロスを必ずアテナに。その時、ゴールドの12人が2人
と微笑んだような気がした。まるで俺たちの兄弟のように。そうだ、俺たちは神話の時代から共に戦ってきた兄弟だったのではないか。その兄弟たちに今さよならを告げる時が来たのだ。さらば熱き血潮の戦士たち、さらばゴールドセイントたちよ。